Kada kada osakana
変わります。皆さん、ここまでで、まだ、ガンバのタイトルを取る瞬間を見たことがないと。まだ走れて、結構います。この走れてる瞬間っていうのは、まだどういうものか、わからないです。このタイトル、マジで？このタイトルは、一人一人の気持ちを集めること、それがすごい大事です。で、なんか好きな気持ちっていうのは、絶対に勝つことができない、そういうわけじゃないんですよ。何でもいいです。勝つバレット5歳でもいいですよ、ほんまに。ね。もうなんか腹に垂らしながら顔を見せたりして、それでも顔に引っ張ってこういうような仲間たちがここに集まっておられます。俺らにやったら絶対タイトル取れる。という気持ちがどっちが強いか、広島が強いか、大阪が強いか、また気持ちのものですか。格好になってもいい、形にこだわらんでもいいけど、一生懸命勝ちたいという気持ちを出せるのは一番かっこいいじゃん。
やっぱりカープ信者ながらも俺たちがダーツ大阪のサポーター、ダーツ大阪の一員なんで、そこは協力していって、みんなでもう何とかして優勝を目指して成功させていきましょう。そのためには一人誰一人かけることなく頑張っていきましょう。大丈夫ですか？おい俺たちみんな頑張ってね、俺たちの気持ちもう一回ちょっと確かめましょう、再確認しましょう。俺たちの気持ちちょっとみんなの肩に触れていた肩とのテーブルを持ったことそのまま反応なくて、その他みんな肩組んで隣同士肩組んで肩組んでみんな並んで肩持ってる人、ゲーフロ持ってる人、その場合に行こう。後ろの方も大丈夫ですか？俺らの気持ち誰のために今俺たちが日本で一番、日本で一番強い気持ち持ってなくて、come on, Scotty!
席あるんで、最悪一人、皆さん、一人だけ、このコラボ。